はい、じゃあお待たせしました、始めていきます。7月の26日アンダーナイトインバースエクセレイト S と最初の大会ですね、コンバット1年杯3オン始めていきます。よろしくお願いします。じゃあスタートボタン押してください。ということで今日は15チームの45名、多い、ウニと思えない、派遣ゲーじゃないか。ちょっとね、じゃあ今のうちに次のチーム呼び出しますね。来いよバティスタ、これねちょっと手前でやりたいんでね、ちょっと手前でやります。ネジさんと欧州さん、風水さん、こっち来てください。対する外役チームプラス光、あと誰だっけ、千賀さん、はい、あ了解です。じゃあ先じゃんけんだけで筐体だけ、筐体決めましょう。じゃあ新キャラやっぱ積極的に移していこうっていう僕のポリシー。 1P か 2P か選んで、はい、こっちで。あと先方、両チーム先方決まったら僕に教えてください。こっち全員白夜だから誰でももうなんか一生のせいで行ってもいいじゃん。今どうなってます。ちょっと全然画面見てなかったんですけど、ブレイクダウン、ノーツさんが容赦ない、女性プレイヤーに対して容赦のない、いつもやってます。自分の弱さがまだ信じられない。2番目はやばいやばい、小野さんスイッチのコメントでおうって書いてあるの、星ってあれもう映しちゃいけないみたいなやつでした。ノーツはもう 800K もあるみたいな書いてある。もう84万なの。でもなんかランキング見たらもう一番の上の人100万超えてるんですよね。マジで、うん、やりすぎだろ。誰だか知んないけど。あなたですか。はい、さて、カーマイン対赤月。な、今回赤月が強くなってる、強くなっている。ダム、カラクミ絞れば手は結構いい。俺なんか勝利数何年ぐらいの。なるほど。さて、画面を見てないうちに赤月が殴っている。新しく追加された金美ガードさせて5分、はい、6ミリ発生が速くなったらしく、なおかつガードさせてマイナス6フレーム、マイナス6フレーム、これはでかい。折り絵ぐらいじゃないと普通にガードしたら反感が取れない。しかも火力も上がっている。のけぞ、ちょ中段立っている。あと投げすかにしっかり。さて、暁の、まあ、ここはあんまり変わってないですね。ただ金 B が上にも判定があって落とせるみたいな、天才かなみたいな。さて、新しく追加されたサメさん C、 範囲はなんか半端じゃない。しかもカーマインは多分初めての壁マン技。そもそも 3C の判定が半端じゃなかったのに、止めてもっとでかくなった。あたし一体何を考えて作られてる。何かが当たればおっと、車輪のディゾルブが当たる。さあ当たった、画面端に運んで、こうなるとベストでもコンボの長さは変わらず、変わらずしっかり権利を取って中段。さすがにゲージがないから、ゲージがないが片目は続く。中段立ってアサルト、アサルト、ここはしっかり取った。強制防御、あれも強くなった技。おっと、これは漏れてしまったか、漏れたか出したか。さあ音が目はない
あれは今回の赤月で唯一上手くなっちゃったやつですね。天候インフィニットワーズはセット3段目画面端に追い詰めた。ここで殺したい。さあ投げが通って分からない。投げが通る。さあ1本取り返す。赤月が1本取り返す。これ中段アサルト、しっかりガードから投げ、再び中段から通って攻め重視、一回降りてからのアサルト。これはまだ死なないが状況はきついよ。上段からのクラス2、さあノッツさんがこれで2立てということで、大将はおたさんのプリンス、協賛が開幕は2シートバックステイ、ヒルダもまあまあ、てかまあみんな基本的にやれることは増えてる。今のは新パーツ空中ワープ、新しく今回に追加されてヒルダ強くなってるんですか。さてヒルダはえさヒルダは波動で固める。今のところカーマインは触ることができない。おっとここはジャンプしたがダッシュ C かな B かな、カウンターじゃなかった。中段が当たって、あっとノットしっかりコンボしろよと。いや体力的にはそんなに変わっていない。おっとここで大きく動く。さあお得意の画面端が 2B 投げ、こうなると辛いのは相変わらずか。割り込ませないよ。ダッシュ越え。おっとこれは何か違うことをやろうとしたが、違う違うその声が。空中ワープから位置を入れ替えた。しかし 5B 使って次のジャンシーが当たる画面端。固めが辛い。上からも行っても逃がさない。これは死んでしまう。おーさんクロスキャストベールオフだ。あのクロスキャストベールオフからあのクロスキャストベールオフしっかりインフィニットワースを決めてアンダーナイトインバースエクスレイトエストから初めて導入されたグラインドグリッドゲージと EXIT エンハンス両方を使用して使用するクロスキャストベールオフ、ボーパル状態のみ使える、ボーパル状態のみ使えるクロスキャストベールオフでしっかり相手のバイタルベセルを削り切っていきましたね。さあ勝ったのは、三種の神器ノーツゴエー里丸ダッシュ C 島崎 VO でした。はいじゃあ次、はい次、来いよバティスタと外役チームプラス光、君ら先方決まってんのかな。あれチームメイト揃ってる。はい、あいるね。先方は先方決めを。先方じゃあ先方は俺に聞いて。俺にちょっと聞かせてもらって。先方は俺に言え。って大瀬さん先方決まってる。先方こっち聞いたから。あ天賀さんじゃあオッケー座ってください。さて。今作、今のところ関東だとぶっちぎりのヘイト値を貯めている白夜さん、さあ白夜3 白夜3とハイド、ゴールド、エルトラム、あれですね、あの新キャラ使う人以外みんなキャラ替えしてないですね。そうですね、キャラ替えはなかなか、やっぱ前作までの後、あれじゃないですか、
俺が使わないとこのキャラいなくなるみたいな、そういうやつか。あ、そういう使命感があるのか。使命感が。はい、よく見ると一発で画面端。しかしここで小足を通してコンボはミスるが、さて 3C、 今のもあの X レイトから変わったやつですね、地上ぐらいで空中に飛ばなくなってる。これによって 3C を遅らせに B とかで 3C 当たっちゃった時も大丈夫ってやつですね。おっと、これは2段目のキャンセルくことで昇竜も下げれる。やばいやばい、やばい、ベックアペース。ここは 3C、 カウンターがしないが画面端まで行けばライドも強くなっている。 B が刺さって、しかしあー、ミスってしまう。コンボが怪しいぞ。フォローが効いている。ハイドが強くなったところ、おっと、あーっと、ストリクトデイズがストリクトデイズにより、ストリクトデイズによって、おっと、あの罠が強い。まだ消えるやつだが、これは下げれてしまう。あー、もうダメだ。さて、開幕はダッシュしてこれ、対応を知らないとすごい辛い。対応知っててもすごい辛い。あの罠はガードするだけで、グリッドを持ってかれて驚くほど削れる。あれ、3番目終わった。相打ち、西はダウンなんでカウンターすると拾える。渡辺嘘 DX の素柄の設置。この設置は白夜がガード状態にいるとなぜか消えない。ジャンプ B がカウンターヒット。最後はボッシュとしてネジ白夜の勝利。3代目次呼び出ししますね。ラブリーロリッコリンネちゃん支援隊時間さんのところと、みんなで キクーシ様、ポッポさん、リュウセイさん、ホトリさん、リンネちゃん3人いる、3人ともいるで、あ、はい、じゃあちょ、じゃんけん、じゃかじゃかじゃんけんしてください。さて、これはエクスレイト S となってから大きく変わったこの2人、強くなった人と弱くなった人。前作だったら別に西へ振り回してりゃいいやみたいな。先方教えてください。先方。さて、白夜対ゴールド、このキャラしょがれない、しょがりさんがしょがれない。もうはい、じゃあ3代目、先方両方聞いたんで座ってください。前に出る。おっと、これはゴールドの数少ない強くなったところ、ダメ越しが速くなる。ダッシュ B エイミング、これはあんまり変わってない。これはうまいことグラップ潰しで、あれってか君チームメイトなんかこう似てんよ。チームメイトですか。何チームだよ俺。うん、ショガリーさんのチームでしょ。あなた、俺は実況をしながら応援していく。さて、白夜の一応弱いところ、画面端で無敵技がない。おっと、これは3段目弱くなったがまだ使える。まだ使える。これは職人のアシミュレーション職人技と化したアシミュレーション。今のはシールドすれば A 波動は隠るはず。ただ白夜の A 波動は密度が半端じゃないんですげえ難しいです。 B 波動だったら普通に勝ってるはずだよね。オクラス2名、しかし派生が使っても通常技でキャンセルできる。画面端まで運んで、いや運ぶな。これはインフィニットバースまで決める。これは5000減らして画面端罠1個置いて削りも削りもあってさて、あのゴルドあのゴルドさんがグリッド管理で全く勝てない。しかし、ショガリーさん、ここでグリッド取ったのはでかい。取ってなかったら死んでた。取ってたけど死んでるかもしれない。あ、これはまだ切り耐える。さすがゴルドーさん。僕らのゴルドーさんはこれはここはうまいこと投げて。あー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 いろいろあって しかし、安くなっている、これは。おお、しっかり殺してまさかゴルドが応援される日が来るとは。ゴルド、ゴルド頑張って、ゴルド頑張って。
さて、白夜を倒して次出てくるは白夜、その次も白夜。おわおわ、コメントが面白い、コメントが面白い、コメントが面白い。次2番目呼び出しします。闇よりいずる者たち、和屈さん、海さん、ガシさん。和屈さん、海さん、ガシさんのチームいますか。欧州筆頭白夜。はいはいはい。対するはチューダンズかな。ヒロドゥーさん、ポーヤさん、セロさん。ずーずーしくコパンを重ねる。最初は感じ、ここでジャンケンしてください。すごいでかい、しかしこう投げ返される。こうなるとつらいぞ。ガシさん、しかし権利は来た。だがダッシュビー当たると解いて、ジャンケンして、まだ続くの。ダッシュビー当たると3600。画面端設置が置いてあって中段をしっかり立っている。しかし立ち状態にちょうどいい位置に置いてある。そしてもう一回、これはコマ投げ、ジャンプするしかありません。ただジャンプするとあの空中の罠に当たるんで驚くほど削れるみたいなんですよ。でしかも新しくバドなんか貼ってないようが追加されたことによってベールオフとかすると死ぬってやつですね。さて画面端、ここは EX 勝利、改めてまたこのターンダッシュして消す。これが対策。うわ、5円白夜の5円発生は6フレらしいんですけど、判定がなんかやばいらしいですね。さて投げは抜ける。ちなみに今の投げ食らったら死んでますからね。さすが白夜。あれ投げ、あーっとダッシュ B、 ダッシュ B は食らうと死ぬ。なんかあれみたいな。おっと煽りタイムだ。煽りせ、なんかあの白面見てるみたいな。じゃあ釣り枠いきます。あ、セナルさんじゃないですか。セナさん、暁じゃなくていいですか。白夜には白夜で返した方がいいゲームになるんじゃないかと。はい、OK でーす。さあ、お待たせいたしまして。お前白夜じゃないだ。白夜には白夜で被せるしかないと言ってらっしゃいましたけれども、まあ、端に行かないことが大事かなって。さあ今回はどうなるか、エルトラム対白夜新対決でございます。さあ始まって、開幕コパンこすられて、ここは欧州一等が先にリードを取る。さあもうゲージをすでに50以上回収している。さあここは対策を取りたいんだが、対策が対策にならない。さあ理不尽な引っかかり方をしていく。さあこれは一度触ればチャンスはあるんですが、さあここはどう出る。欧州が逃げるか逃げないか、バックスで逃げる。ここは痛い、カウンターヒット。西が当たる。西がカウンターに当たり、あーと最新の後ろに投げて逃がさない。さあインクリック 3C が、さあ白夜対策はもう端に連れていくこと。さあここで逃がさず、ここでコパンで置いてくる。さあゲーム変わっていつものやつ。さあ結局これで締めてからがどうなるかということですけれども、さあ無理だ。さあどうしようもね。セナルさん顔が笑ってないですね。俺は悪くないみたいな。さあセナルさん泣いている。さあやり、さあどう出るこれは。さあセナルここで端っこに連れていかれて、さあ今さあセナル、あーっと引っかかり方が美味しい。あ、これはコパンが当たって、さあ今までの1万試合のやり込みを破壊されたくない。ここは端っこに連れていく。位置が入れ替わる。さあ関係ない。さあビビらずにここは DC で締めて 2C 下下 B。 さあどう出る、体力は5分の状態になった。
逃がさない間合いを詰めて前に行く。相打ち、ここで分からない。ここはシンク、しかしこれはダメージが落ちているが、どうだ。途中で溜めて CS 剣欲しかったが取られてしまう。ロケット隙間に2位すぐダッシュビーということで、ここで1本取り直していく。さあどう出る、最終ラウンド。ゲージもほぼ5分。さあ1回戦から熱い試合が繰り出る。あーやっちゃったの悲鳴が聞こえている。さあここは一気に4割回収してから、さあこれが怖い。おお、さああれが怖いですね。さあ削れす、さあ引っかかる、これを。そしてさあこれはちょっと挑戦者も見てほしいようなありがとうございます、さようなら。さようならの状態というわけで白夜スリの勝利。これ無理無理無理そうですね、まあ、クソゲーの煽りしか出てないですね。この覇者すっごい雑魚だよいやこの覇者すっごい雑魚だよだっていや、やり込みを破壊されてしまいましたね。じゃあ次はアッセン、ミネルバさん、セルラさん、トラタマさんと僕らラブリー萌え子自走様親衛隊6いる。あ、ちょっとのじ合いしてちょっと呼んできてもらって、アッセンチーム3人ともいます。さあこれは無理無理です。アッセンチーム誰だっけ。ミネルバさん、セルラさん、トラタマさん、あ、いますね。あ、ちょっと今チームメイト来るんでちょっと待っててください。もう来る。こうなることは分かっていた。じゃんけんだけやはりこれあ、こっちだ。あれ、ワンピーどっちだっけ。ワンピーこっちか。とりあえずじゃあ一品取ってこっちだよ。じゃあ僕らこっちだよ。こっちだよ。で、じゃあ布施さん、はい、先方聞いてください。誰でしょうか。誰ですか。誰出るの。誰でしょう。わかりました。さて次はどこ対どこですかね。次はいやさっきのは完全にプレイヤー性能が向こうの方が上でしたねまあしょうがないですね。まあしょうがないですね。あと1年待てば1年待てばちょっと修正白夜のダッシュ B が8024フレになるさあここはまず、セルラセト対糞尿のサトゥーさんの糞尿エルトナブ。くっせさあ名前も変えて一応登録してるさて俺がもう一人さあ店員さんの、ホルスの翼さんはまだ10戦やってないっていう。ああでもコメントはちょっとそんな面白くないですねこれ。そうですね、コメントが滑るんですよね、いい年こいた大人が。ちょっと待って、向こうのコメントも相当やべえこと言ってたんで、ね、照れますねさあ今のところレイプ状態だが何かやってほしいところ。勝利を通す、ここから変わる。さあここで連携組んでいく無印の動き。さあ位置を入れ替えて、さあ穴がない連携を組んでますね。穴がない連携ですね。そうですね、割り込む穴がない手を出して今取られちゃいましたね。手を出さなければさあ手を出さなければ。さあ開幕ダッシュし、この技本当に強い。しかもハイカウンター、何出したんですかね。ピストルですか。全然見てなかった開幕ハイカウンターです。今回瀬戸のダッシュしすごい強くなってるんで。そうですね、瀬戸も基本的に全部強くなったぜの勝利で。そうですね、隠れキャラの一人でもあるんじゃないかと。さあ先ほどと同じ状況に持ち込まれてるが、どう出る。端から逃げられない。着地下段が当たって、さあ席を立つ状態も。お疲れしたということで待て、まあ、まずは、まあ、ここまで余興ですから。いや余興、ここまで余興ですから